ある。1892年、鹿児島市、新屋敷通り町。明治40年に、旧政権立川編中へ入学するが、間もなく、旧政権立に中へ転校。日中を8年かけて卒業し、東京美術学校へ入学。美術学校時代に、定点入選を果たしているが、卒業後も、第3、5、6回定点にて特選を受賞。 大正15年の第7回定点では特選に加えて帝国美術院賞を受賞した。翌昭和2年には定点審査員に就任。彫刻の本質的な造形性、中でも良感の表現を唱えた。昭和4年、塊人社を結成。1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲の犠牲となって死亡した。去年54。 西郷隆盛像昭和三年に、東郷平八郎より依頼を受けてから、西郷の体格や、外見の研究に一年を費やし、さらに国内の古美術や、銅像見学に一年かけ、加えて、銅像研究のため欧州へ渡った。帰国後七年を経て、安藤は、身長五尺九寸、体重二十九貫、襟首十九インチ、肥満であったが、肉付きは引き締まっており、 相撲のため、耳だこがあり、首は短く肩が、小山のごとく盛り上がっているとの結論に至った。安藤が思い描いた構図は、古山の大地を、市民と同じ足で踏みしめ、胸を張って、桜島と向き合う巨人だった。かくして銅像は、昭和12年に完成した。また、土台製作のために小ネジめより大小合わせて150、有余の加工岩を運ばせて、 背景に城山と、有機的に調和する小山を築き、増援した。西郷銅像について、安藤は、大勢里と銅像にて、次のように記述している。作家の海音寺長五郎は、著書、西郷隆盛にて次のように述べている。2008年12月30日の、南日本新聞記事によると、西郷のモデルは、元、山形県議の男性であることが判明。 安藤のアトリエで撮影された銅像のひな型や肖像画などが写り込んだモノクロ写真が男性の遺族宅で発見されたという。遺族は目は高地さんに似ていると思うとも述べている。1932年に日本圏保存会の斉藤博吉の機構から中圏八甲が広く知られるようになったが安藤は斉藤と兼ねてから地気であったことから是非とも 八甲の像を作りたいとの意を伝え、保存会からの依頼という形で、八甲像を作成した。当時八の飼い主となっていた小林菊三郎は、代々木富ヶ谷に居住し、安藤のアトリエも初代にあったことから、小林がモデルとなる八を連れて自宅から日産したという。八甲像は1934年4月21日に設置され、銅像の除幕式には、 八自身と三百人もの著名人が参加した。この時完成した像は大東亜戦争の金属教室として1944年に撤去され、敗戦前日の1945年8月14日、溶解されて、機関車の部品の材料に充てられた。現在渋谷駅に立つ像は、原材料の銅不足の中、銅像、大空にを溶かして、 息子、死の手によって1948年に完成したものである。ありがとうございます。